ほら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 、完全に蒸されてます。で、芯の部分も火が通って。どうも、料理のおじさん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はコラボ動画でございます。国連さんとの、コラボ動画ですね。去年もさせていただいたんですけども、今年もやってきました。ゼロハンガーチャレンジ、食品ロス×飢餓ゼロに参加させていただきます。どういったキャンペーンかっていうと、前も、させていただいてるんですけども、食品ロスの削減に、取り組むキャンペーンでございます。これがですね、寄付となって途上国のですね、給食支援に役立てられるというですね、素晴らしいキャンペーンでございます。これツイッターと連動してるんですけども、僕が出してるこの動画のツイート、これをですね、皆さんにリツイートしていただくとですね、なんとゼロハンガーチャレンジ寄付協力金がですね、1投稿につき120円、だから皆さんがリツイートしていただくだけで寄付が集まるんですねっていう企画になっておりますので、皆さんツイッター上げていただいてリツイートお願いします。見た後でも大丈夫です。はい、また皆様もですね、ハッシュタグ食品ロス WFP2021 を入れてツイッターに上げていただくとですね、こちらも寄付の対象となります。なので皆さんも食品ロス、例えば余った、お野菜の皮とかこうやって使ってるよとか、捨てがちなあの牛乳とかこうやって利用してるよとかみたいなのがありましたら、ハッシュタグね、さっき言ったハッシュタグをつけて投稿してみてくださいね。キャンペーンはですね、本日、2021年9月29日からですね、10月31日まで、キャンペーン行っておりますので、皆さんぜひご参加お願いします。まあ長々と言ってしまいましたけども、今回ですね、私が作らさせていただくのはですね、キャベツ。キャベツって余りがちじゃないですか。キャベツって大きいから丸々1個買う方多いと思うんですけども、使い切れないなっていう方いらっしゃると思うんです。キャベツの芯とかも捨てがちじゃないですか。で、あれをですね、丸々食べてしまうという、レシピがありますんで、今日はこれをご紹介させていただきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきたいと思います。まあまあ、もうここに、用意してあります。キャベツ、だいたい 200g ぐらいのものですね。まあまあまあ 250g ぐらいでもいいんですけども、だいたい今回ね、ちょっと大きいキャベツだったんで6分の1カットぐらいになるのかな。で、あとベーコン 40g、 ニンニクが2かけ、バターですね。はい、で、これは、詳しい調味料は概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。今回は芯まで全部いただきます。はい、それでは早速やっていきたいと思います。あと、まあキャベツで切り方ね、まあこれあの小ぶりなものだと、4分の1で、200g ぐらい、だと思うんですけど、今回大きいのでね、これなんですけども、半分に割っちゃう、だから 100g ぐらいのピースにしちゃうんですね。こんな感じです。このまま蒸しちゃいます。ニンニクですね。はい、ニンニクもパンチが効いて、すごく美味しいので、これも入れていただくのが非常におすすめなんですけども、はい、今日は、ね、真面目モードでいきますよ。私ニンニクはね、こんな感じで、一回潰したらちょっとスライスするような感じですね。はい、で、僕いつもニンニクの芯っていうのも、取ってたりするんですけども、今回はね、あの丸ごとニンニクも蒸し焼くので、芯も食べられるので、こんな感じで、潰してスライスしました。これは、細切りにしていきます。で、まあ、僕はちょっとあのいつもブロックベーコン、やってるんで、ブロックベーコンでやってますけども、あの別に薄切りのベーコンとかでも大丈夫です。はい、あの結果ね、あの細切りにしちゃうんだよこれね。こんな感じですね。なるべく、ね、細かくしていただいた方が、一口ずつあのベーコンがキャベツに絡まるような感じになりますので、今回はホイル焼きになりますが、ホイル、アルミホイルを用意します。ちょっとね、長めに切っていただいた方がいいかな。これぐらいですよね。はい、もうキャベツね、もうドカッとこれぐらい。はい、もうベーコンこんな感じで上に乗せちゃうんですね。ベーコンを上に乗せることによって、焼けたベーコンのね、あの旨味っていうのがこのね、あのキャベツに染み込んでいくんですよ。これニンニク、ね、ニンニクでね、これ香りをつけていく。はい、これでね、蒸されたねものはね、すごくうまみなんですね。お塩ですね、4分の1なんで、まあもう、あの僕の指だとあの2つまみぐらいです。もし、心配な方はね、あの測ってくださいね、これね。はい、でパラパラっとお塩振ってください。ベーコンだけでもうまみつくんですけども、僕はね、味の素少し振った方が好きです。1、2、3、4、5、6、はい、
このかけらに3振りずつぐらいやりますね、はい、ベーコンがこのイノシン酸っていうものを、キャベツに加えてくれて、この味の素とかグルタミン酸を内部に入れてくれますんで、うまみの相乗効果で美味しくなります。黒胡椒ですね、僕いつもこれ使ってるんです。これはですね、もうたっぷりたっぷりいきましょう。はい、こんな感じ。そうです、もううまそうでしょ。こいつを包みます。包むのは、ね、普通にこういう感じで包んじゃって大丈夫です。はい、こんな感じですね。うちのオーブントースターだと250度っていうのを設定できるんですよ。250度で、大体ね20分加熱していきます。もう様子見ながらでいいです。はい、20分ぐらい加熱するとこのね芯もね、このオーブントースターの中で蒸されて非常に美味しくなります。これがねホイル蒸しのいいところですね。でこの状態で20分蒸していきますんで、20分後にお会いしましょう。じゃあ皆さん、キャベツが今完全に蒸された状態です。取り出していきましょう。鍋しかなんか引いてくださいね。こんな感じです。オープン。ほら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 、こんな感じ。これ完全に蒸されてます。で芯の部分も火が通って、芯の部分フォークで刺してください。フォークで刺してスッと火スッと入ったらもう芯も食べられます。ベリューです。ベリューをもうここに、ここにこう、こう、どうですか。はい、お醤油、これも好みです。はい、お醤油が足んないなって方はお醤油かけながらやってください。なんともうできちゃいましたね。キャベツのボイル焼きの完成です。はい、それではできたいと、できてましたら食べていただきます。1枚剥がして、でここに具乗せます。でこの具にはバター絡まってるん でこれでね、これちょっと巻いてくんぞ、こうやって。いただきます。世界一うまい。バター醤油の香りとこのニンニクね、ニンニクバター醤油焼きですよ。こんなもん香りがやばい、本当に。これはやばい。キャベツがもう蒸されてるの、完璧に。ホイル焼きなんで香り逃がしてないんですよね。ホイルで蒸す、完全に蒸してしまうことによって、むしろね芯が食べたくなるレシピなんです。これ、ここ芯ですよね。ここ皆さんが捨ててた芯、今いただきたいと思います。ナイフもフォークもいらない、乗せてほっとくだけですよこれ。僕キャベツレシピもいろいろやってきましたけど、一番うまいかもしれないですね。胡椒かなりかけてますけども、これ胡椒ちょっと控えめにしていただければ、お子さんでもすごく美味しくいただけると思います。残ったねスープ、これ全部キャベツの水分ですよ。これをね拭って食ってください。こうやってほんとうまい。これぜひ、このキャベツを芯ごと食べられるっていう、ね、最高のレシピになりますんで、こちらやっていただいて、皆さんも食材を余すとこなく、ね、フードロス削減に、努めていただいて、食材を無駄にしないっていうところですね。そして最初も言いましたけども、 Twitter の方でですね、私こちらの動画のツイートをしておりますんで、皆さんのリツイートが寄付金になりますんで、ぜひですねご協力いただければと思います。よろしくお願いします。